それからスメルトダックス、両方ともね、2018年モデルチェンジします。立ってますよ。よし、食った。ああ、狙い通り。両方ともね、体側のデザインをね、一度聞いたものに、しました。これによってね、水中でのアピール、さらにアップしていこうと思います。よし、来た。今ね、ポールでね、触ってきた魚ですね。こういった形で朝一番さあ、スネルトのピンクですね、今。イメージとしてはね、今回のモデルチェンジでそれぞれの持つね、特徴がより際立つという形でね、両方とも設計しています。基本的なね、アウトラインは変わらないんですけども、ボディシェイプよく見るとね、実はね、ウエイトマスの変化があります。あ、水面見える？よし、ショゴですね。マスキングブラック入りましたね。さらにね、ロッドワークに対する追従性、アップして、なおかつ、フラッシングも強烈にしようという形でね、このザ・スメルトを、デザインしてますね。触ってますよ。よし、来た。ザ・スメルトに変えて、大きめに少しこう飛ばし気味にね、アクションしてくるところでね、しっかり反応してくれました。こちらザ・ダックスですね。体側のね、エッジ、これをね、際立たせて、なおかつですね、背中見ていただくとよりね、厚みを増してね、ウェイトマス集中してます。これによってね、ダックスが持つね、尾点、これをね、よりはっきりと強調した形のモデルチェンジですね。どうしてもね、体側の広いジグはね、引き重りしがちなんですけど、まあ、それをね、受け流すヘッドのデザイン、それとね、体側デザインでね、非常にね、使いやすい設計になってます。一番大きな特徴はね、リトリーブのアクションでね、大きめのアピールするんですね。なんでこれが有効なシーンになってくると、ダックスのね、一人勝ち。でもちろんね、ロッドワーク入れた時にも、アクションはします。で、特徴的なアクションとしてはね、その場に結構ね、とどまるような形でね、頭をこう回していくアクションになりますんで、まあ、このね、要素がスメルトとダックスの使い分けの中で結構肝になってくる。で、フォールスピードは速めになりますね。ちょっとね、今度、トップ、水面近くをね、探っていきます。こんだけね、水面ラフててもね、しっかりこの存在感をこうアピールできますんでね。追ってますよ、追ってますよ。よしよしよし。ダックスの一番得意なところですね。完全にこう今、チェイスが見えた中でね、落としてあげる。一発で食ってきましたね。ショアからも、ね、嬉しいことだね。今回ね、カラーラインナップもね、一部、変更してますね。グリーンバック、パープルのね、最速という形で、カタクチイメージした、ムーカラー、それからね、黒をベースに、フォローを入れる形のね、よりシルエットを際立たせるし、ニューカラーという形でね、カラーラインナップも一部見直しを入れてます、ね、こういった形で標準仕様でね、アシスト1本、
トリプルがリアにつきます。今はね、後ろのトリプル外して、フロントの1本だけでやってるという状況、まあ、状況に合わせてね、結構歯のきつい魚であったりとか、ある程度動きの速いアクションで後ろから追従してくるような時はリアフック入れて、行くんですけどもね、青物メインの時はね、自分の場合はフロント1本からこのようにして入っていきます。お速い、よっしゃ、勝負、スメルト、ザ・スメルトです。 40g、今ね、標準値を、後ろにね、トリプル、フロントにね、アシストつけて、リトリーブ送りましたね。なるほど、タチウオ。タチウオでしたね。おっ、食いました、リトリーブね。おペンペンだね。よし、惜しくた、スメルト40、マスキングマーク食いましたね。よし、やったー、ザ・スメルト、ザ・ダックス、もうライトシュワジギング、もうこれだけあればバッチリ。